株式会社マンダムは大阪府大阪市中央区12県町に本社を置く日本の化粧品メーカーである。国内の化粧品業界第5位。主に男性用生髪料やフェイシャルペーパーを中心とした男性用化粧品においてシェアは国内トップに位置する。主力ブランドはギャッツビー。詳しい時期は不明だが明治時代に大阪で創業され。 輸入雑貨品を販売していた大崎組を前身とする。岡山出身の西村新八郎は、この大崎組に1908年に入社。フランスから輸入された香水に、自社ブランド名の、鶴香水、金鶴香水等の名を監視販売していた。その後、大崎組は1923年に倒産。1927年。 大阪市内で化粧品を扱う業者が合同で、金鶴香水株式会社を設立する。西村はすでに1915年時点で、大崎組から独立しており、株式会社ともえや化粧品製造所の共同経営者になっていたが、ここで新たに、金鶴香水の社長に就任することになる。1933年。 スティック状で使う分だけ押し出して塗って髪を整える単調チックを発売爆発的なヒットを記録しこれが同社を長年にわたって支え続けるロングセラー商品となり現在まで販売される戦後を経てその後も単調ヘアトニック単調コールドクリームなど自社ブランド単調名の製品が多くなったことから1959年には 単調株式会社に社名を変更。しかし1963年に資生堂からシリーズ型男性用化粧品の先駆けとなる MG5 が発売されると一転してシェアは低下。一時倒産の危機に直面するが、1970年にチャールズ・ブロンソンをイメージキャラクターに起用したマンダムシリーズを発売。 当時テレビ放映された CM の影響も手伝って大ヒットを記録。倒産寸前の窮地から復活を遂げると、1971年にマンダムへと社名変更する。1978年には新世代向け男性用化粧品、ギャツビーシリーズを投入し、幾度の製品リニューアルを繰り返しながら主力ブランドになっている。また、 1989年には、業界で初となる男性用無香料化粧品として知られる、ルシードシリーズを投入。1993年には、女性用頭髪製品として、ルシード L も誕生している。マンダムとは、現在は、ヒューマンフリーダムの略である。もともとは、マンドメインという意味だったが、1984年に、 女性化粧品事業へ参入するのに伴い、マンダムの意味付けの変更をした。2013年11月18日、主に50代以降に見られる、加齢臭ではなく、30代から40代の、親父臭の原因物質がジアセチルであることを、特定した。緑会の会員企業であり、3話グループに属している。東京日本橋ビル、スポット CM 中心、など、 ありがとうございます。